先日熊本に行ってたお話しましたけども、その時に民団行ったんです。民団っていうのはもうご存知の通り韓国系の在日コリアンの団体で、まあ、そこの会館でね交流イベントがあるっていうから僕行ったんです。なんで行ったかっていうとね、ちょっとね日韓関係に関わるような取材をしてたんです。でそこで何か聞けるかなと思って行ったんだけども、そこでちょっと驚くことがあって、民団のね会館の会議室で、まあ、10人ちょっと来てたかな。それでまあ最初にねなんか自己紹介みたいな感じで一人一人発言するんだけども、その時にねもうあのブラック差別がどうだの、狭山事件がどうだの、水俣病がどうだの、あの島町織の切り裂きがどうだのみたいな話をねもう変わる変わるするんですよね。でそれもう解放同盟員でした。もう解放同盟関係だから僕はねあの自転車ですって正直言ったらもうあんたら許さんみたいな感じですごい敵に向けられてね、もう見た感じねもう70歳前後に見えましたね。そういう解放同盟のじいさんらが変わるがあるそんな話するんです。あの参加者のね半分ぐらいがもうそんな感じですよね。いやちょっとそれは場違いなんじゃないの、これ日韓の交流イベントですよねっていうふうに僕は思ってたら、ある方がねそういう狭山とか部落とかそういった話はまた別の場を設けてやったらいいんじゃないかって言ったら、まあ当然のことながらあの民団のね熊本の団長がね賛同してました。で最後の方にねあの団長が言ったことでちょっとね印象的だったのが、なんだかんだで日本を上に見てね韓国を下に見てないですかって言ったんですよね。でもちろんね団長はねそんな怒るっていうよりはちょっと穏やかな感じで言ったんだけども、でもそういうことをねあの場で言うっていうのは僕よほどのことだと思いましたよ。で皆さんね、このチャンネル見てる人って結構ね年配の人が多いと思うんだけども、昔の韓国ってどうだったか覚えてますわ。僕高校生の頃ってねちょっとまあなんちゃって朝鮮半島ウォッチャーみたいなことしてたんで、あの大体ね僕経緯を覚えてるんですよ。日本がバブルの頃1980年代、その頃のね韓国の1人当たりの GDP ってね何千ドルですよ、2000ドルとか3000ドルとかですね。だから今のインドとかその辺ぐらいな感じじゃないですか。ところがまあ90年代ぐらいになっても韓国ねものすごい伸びるんですよ。で僕その頃にね、まあ国際交流イベントがあったんです、鳥取県でね、高校生でなんか船で韓国に行くっていうので、で面白そうだなっていうことで僕手を挙げてですねあの志願したわけです。で韓国行ってきたんだけども、僕その時にね感じたのがね、あのバブルの頃ってね何でも高かったのを覚えてますね、日本国内でね。で外国に行くと物が安いっていうイメージがあったんですよ。あの日本人がねアメリカの土地買いまくっててね、なんか品種買ってた時期ですよ。でももう1990年代なんでもうバブル崩壊した後ですね、その時に韓国行ったら、まあ、家電製品とかね結構高いんですよね。でちょっとその個人商店みたいなところでねなんかお菓子とか買ったんだけど、まあ普通の値段でしたよ。あプリングルスを買ったの覚えてます、なんか200何十円だから、まあ日本で買うのと変わらない。でその時に韓国ってねちょうどもう GDP が1万ドル超えてね、1人当たりのもうイケイケの時期ですよ。まあその後ねアジア通貨危機があってねまたちょっとガクンと落ち込むんだけども、ちょうどね韓国はね絶好調の時に僕行ったんですよね。でその時にもう韓国に対する印象変わってしまってですね、でね今韓国の1人当たり GDP ってね3万何千ドルとかじゃないですか。もう日本とね大して変わんないです。まあちょっとだけ日本の方がまあ上っていうようなね風にも見えるんだけど、まあどこいどこい誤差の範囲じゃないかみたいな感じになってますね。だからね、いやあのじいさんらで多分ね1980年代ぐらいでねもう時間が止まってるんじゃないかなと。もう韓国人というのはねもう弱い人たちで、哀れな人たちで、日本人がこう人権を守ってあげないといけないみたいなね、1980年代ってねなんかやっぱそういう空気だったんですよ。もう日本イケイケでまだ韓国は発展途上国でっていうね、なんかそういう感覚なんだだったんです当時って。だからその韓国人に対してね何かこう強気に出るのはねなんかかわいそうみたいなね、いじめてるみたいなね、なんかそういう感覚あったんです当時は。でも今そんなの全然ないですよね。在日コリアンとかね、まあ韓国本国の人も含めて
今の若い人なんか韓国人コリアンが弱者とかなんかそういうイメージってないでしょ。というかまあ僕もないですよ、もう今になったらね。もう90年代のね、もうどん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 韓国は伸びていってですね、日本をこう脅かしていくというそういう過程を僕見てるんでね、なんか半導体なんかでね、もうメモリーなんかもほとんどね韓国にも取られちゃってるような状態になって、まあいろいろね、僕も IT 業界の人間だからね、いろいろ韓国についてはですね印象的なエピソードいろいろあるんだけども、ちょっと話すと話しきれないんで、でいや本当にね僕悪いけどあれ見てね、あもうザ・老害っていうのを感じました。本当にこの昔のままで止まってる、なんか人権とかなんとかって言ってるけど何も理解してないんじゃないのって、実はずっとね韓国を見下してるっていう、なんかそういう状態で時間が止まってる。まあそういう人たちがね日韓交流イベントに来てね、部落だの狭山だのっていうの、いやもう本当異常な光景でしたよあれは、うん、あそういうことなんだと。だからもう韓国の民団の人もなんかもう困ってるっていうのがね見て取れました。本当どうしようと、こんなイベント続けていいんだろうかって言ってねもう思ってるっていうのはね僕も見て取れました。ということでね、僕ねこのチャンネル見てる年配の方々、もうそういう老人になっちゃ絶対ダメですからね。各国の GDP のね一覧とかね推移とか載っけてるようなサイトありますから、下でね概要欄でアドレス貼っとくんで、もう世界がねだいぶ変わってるっていうのをねぜひ見ていただいたらいいと思います。もうインドがね今ねその昔の韓国ぐらいの水準になっててね、でアフリカなんかもそうですね、アフリカなんかもねもう相当その昔のその一人当たりね何百ドルとか1日1ドルで生活とかもうそんな状態じゃないですからね、アフリカ諸国もね、まあ、紛争やってるようなところを除いては。ということでね、皆さんもうちょっとね世界に目を向けて広い視点で見ていかないと解放同盟の老人みたいになっちゃうので、ちょっとね自分自身ね自戒も込めて注意喚起ということで、まあ、こういうことがあったということをお話しいたしました。